皆さんこんにちは、プロスノーボーダーの内山美恵です。買い物行った時に8月1日新発売のこちらも買ってきてみました。パイの実のシロノワールとコラボしてるものです。はい、コメダコーヒーのねコラボ。これもう8月なんですけど、もう秋季限定のコメダコーヒー店監修のパイの実が登場。もう秋の話してる。シロノワールをパイの実で表現しました。パイの実とコメダコーヒーの美味しいコラボレーションをぜひお楽しみくださいですって。なー、純チョコレートロッテ。ちょっとこれね、なんだっけな、日経だからなんか新聞か読んでてすごい気になったので買ってみました。パイの実自体は64層のサクサクパイらしいんですよ。でその中にメープル香るソフトクリーム風味のチョコだそうなので、これも食べてみたいと思います。オープン、じゃじゃーん。はい、こんな感じ。パイの実×コメダコーヒー、パイの実とシロノワールには意外な共通点が、ふんふん、こんなんして書いてありますね。どれどれ。パイの実のサクサクのパイは64層、うん、さっき言いましたね。お、すごい、64つながりなんですって。パイの実とシロノワール、デニッシュパンも実は64層なんですって。へえ、そういうスイーツ屋さんとかそういう数字で美味しい法則の何層とかってあるんですかね。気になりますね。面白い。でいつもパイの実でこれすごいなって思うのが、ここ開けた時に絶対こう円になるじゃないですか。これどうやってやってるのかなって。これすごいですよね。何気なくやってますけど、いつも感動しちゃう。で中のパイの実、ででん、じゃーん、見えますか。なんかね、普通のパイの実にソフトクリーム溶けちゃったような白いやつがついてます。はい、横はいつもと変わんない感じのパイですね。うん、いつもと変わんない感じ。そう、上だけなんか乗ってる感じ。うん、さあちょっと中も見たいので半分かじってみたいと思います。いただきます。うん、うん、軽いサクサクですね。うん、いつもの外側の風味は変わんないです。おん、あ、メープルがすごいふわってきます。シロノワールよりあっさりしてます。そんでこれあれだな、メープルの香りと、あと中がソフトクリーム感のあるチョコレートだから、シロノワールとそっくりかって言われるとちょっとパイの実バージョン、パイの実だけどシロノワール風みたいな感じがイメージしやすいかもしれないです。結構あっさりしてます、味が食べやすい。これならねパク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 って続けて食べられちゃいそうです。うん、うん、パイ切り自体すごい軽いですよね。うん、うん、バニラ風味のチョコ、このクリームのねっとり感も美味しいですね。チョコクリームの、まあそれでもやっぱりパイの実って感じです。うん、うん、これが秋味って感じなのが納得する商品でした。これからね夏、あ、そうだ、もう一個8月1日に新発売になったやつあるんで今持ってきますね。一緒に食べちゃいます。はい、持ってきました。こちらです。
じゃじゃん、ハーゲンダッツ。てれれれってれーん。はーい、あ、まだ凍ってる。うわー、しゃびしゃびしてる。しゃびしゃび。はい。原材料はこんな感じ。ポン。キャラメルバニーユ、これもあれです、日経かなんかの新聞読んでてなんだっけな、新発売だったので気になってて、今日買い物に行ったら売ってたのでゲットしてみました。なんでしょうね、キャラメルバニーユって。バーニャカウダじゃないしな、なんだろうかね。さあ早速オープンしてみたいと思います。何色なんだろう。なんか8月1日オープンですけど、結構もう芋感というか、こっちも秋感が強いパッケージですよね。キャラメルってなんか秋っぽい感じがしますね。はい、いつものようにハーゲンダッツ。これね、ハーゲンダッツってこう余計なこう、なんて言うんだろう、添加物みたいなのがやっぱりこう必要最小限でね、モウもそうなんですけど少ないので、その辺気になる方もいいんじゃないかなと。はい、なんかウサギの耳みたい、ウサギっぽい感じですね。ほう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 、アイスアイス。うん、匂いしない。さあさあいただきたいと思います。うん、色はやっぱそのキャラメルっぽいような感じ。いやー、いただきますよ。いいですか、いただきますね。いやー、こんなの月に1回のご褒美だよ、ハーゲンダッツなんて。いただきます。あ、うまっ、キャラメルだ。めっちゃめっちゃ濃いキャラメル食べた感じで、冷たくてシャッキリしてる。ねっとりしたキャラメル食べてるのにすっきりシャッキリ、冷たいひんやりみたいな。甘っ。あ、わかった。あ、そっか、か書いてありますよね、バニーユってバニラだ、キャラメルとバニラか。あ、なるほどね、こりゃ濃厚だわ。あ、夏だけど秋でも食べれるこれ。うん、あ、おいしい。濃厚だけど冷たいから後味がシャッキリスッキリしますね。うん、おいしい。はいはいはい、ハーゲンダッツのキャラメルバニーユ新商品いただきました。残りも大切に食べたいと思います。いつもね、ハーゲンダッツ食べるときね、あの3回ぐらいに分けて食べる。そしたらこれ300円ぐらいじゃないですか。で、1回100円のアイス食べてるって思ったら、3回分でアイス食べたら1個100円ってなったらなんか買えるじゃないですかそう、そんな感じ。そう、これあと3回分で食べますからね。はい、すぐ冷凍庫入れなきゃはい、そんな感じで8月の気になった新商品を買ってきてみました。いや、動画っていいですね。普段食べたいなって今まで思っててもなんかね、食べたら消えちゃうから、なんかお金ちょっと節約しようって思っていつも買えなかったんですよ。銀だこもそうだし、このバニラもパイの実もなんか動画に撮るって思ったらよし買おうと思って、私の夢が一個ずつ叶ってる感じです。なので、あ、もう動画にさせてもらって見ていただいて本当にありがとうございます。小さい幸せなんですけど
結構今動画作れて本当に毎日楽しくて幸せです。はい、今回もご視聴いただきありがとうございます。またね、なんか気になる商品とかおすすめの商品とかなんかこういうのやってっていうのあったらぜひぜひ教えてください。はい、おいしいもの大好きなので情報もお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。いいねボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。